こんにちは。今回はですね、はい、今年2022年の中で最強に運がいい日を3つご紹介いたします。今年2022年は最強開運日が3日あるということです。めっちゃいいよ。ではね、その本題に入る前に一つだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください。今までですね、神尾 TV ではコロナに関連する日本のマスコミが報道しない情報とかですね、やばすぎる裏話なんかやってたんですけども、それやったらダメということで YouTube さんに怒られましたと、ね、そしてね、今はもう規約ができまして、全世界誰もですね、マスコミが言ってるのとは違う話、反対意見を言ったらダメということになってしまいました。なのでちょっと言いたいことが言えないので、今は別の SNS で最新情報をお届けしております、YouTube で内容がやばすぎて消されてしまった動画3つもあるんですが、そちらの SNS で復活させております。メルマガでのみ動画見る方法をお知らせしてます。 YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにもぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。もちろん下費用かかりません。完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしい情報です、特に女性の方は必ず一度は見ていただきたい内容となっております。そうなんですよ。ちょっと面倒くさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。それではですね、今年2022年の中で最強に運がいい日、2022年の最強開運日、3つご紹介したいと思います。ズバリもういきなり答えを先に言ってしまうとですね、はい、まずは1月11日火曜日です。もう結構年明けすぐですね。そうですね、すぐですね。次が3月26日土曜日です。おその次が6月10日金曜日です。ほうこの3つ、この3日がですね、今年2022年の中で最強に運がいい日となります。そしてこの3日間はですね、新しい物事を始めるには本当に最強に運がいい日なので、あなたが何かやりたいと思っているのになかなかスタートできていないことがあるのなら、まあどうせならぜひこの日から始めようというお話を今回はさせていただきたいと思います。まあ神尾 TV では久しぶりの運の話、スピリチュアルの話となります。まあとはいえですね、こういうのを信じる信じないというのはまあどうでもよくてですね、今お伝えしたように、あなたが何かやりたいと思っているのになかなかやれてない、始めれてないということがあるのなら、まあこういうのを一つのきっかけとして、なるほどね、ぜひ始めようっていうだけのお話です。まあね、何かにポンと背中を押してもらったりとか、何かのきっかけがないと人ってなかなか新しいことできないですからね。そうですね。なので今回はその一つとして、最強に運がいい日、最強開運日っていうのを活用してみてはどうですかということです、まあ、特にですね、このコロナ禍の中で、もしくはアフターコロナの時代に神尾 TV でおすすめしている、今こそやっておくべき3つのことをまだスタートできていない方はですね、ぜひスタートさせるきっかけにしてみてください。ちなみにその今こそやっておくべき3つのこととは、1つ目が投資やネットビジネスなど新しい収入を作り始める、2つ目が今現在の自分の仕事やビジネスの将来の売り上げを伸ばす準備をしておく、で3つ目が自分自身の成長やスキルを伸ばす勉強をするということです。なるほど。というわけでですね、お正月とか、まあ、年末年始休暇が終わってある意味すぐとなる1月11日火曜日がまさにその最強に運がいい日となります、なのでちょっと慌ただしいんですけども、まあ、何か新しいことをやろうとかですね、今やってる何々をもっと本格的にやっていこうなどと既に考えているものがある方はぜひこの1月11日に始めてみてください。あ、なるほど。じゃあもう年始ちょっとゆっくりするんじゃなくて、ちょっとその方向に、まあそうですね、頭を傾けておくというのもありですね、まあ、3日しかない日がいきなり来ますからね、ちょっと慌ただしいんですけどね、まあ、とはいえですね、本当に時間がありませんので、まあ、そういうのがまだない方はですね、今年はどんなことにチャレンジしようかなとか、理想のライフスタイルとか、まあ、仕事や収入のことなどなど、そういう人生計画とか、まあ、年間計画を考えるのも OK です。それだけでも全然 OK です。ああ、なるほどね。それでもスタートになるわけですね。そうですね。それでもそこから運がついてきますね。コツはほんのちょっとでもいいので最初の一歩を踏み出すことです、ゼロ歩か一歩かっていうのはもう人生変えるほどの超絶大きな違いがありますので。そうですよね。ぜひ最初の小さな一歩だけでもいいので始めてみてください、そうすれば2022年きっと人生が良くなります。またですね、別の角度から言うとですね、去年ね、2021年はなんかあっという間に過ぎていったと、あっという間に終わったと、まあ、気づけば2022年になってるよ、新年になってるやんっていう方は
大丈夫ですか？なってる。なってる。気づいたらな、うん、もうあれって。年末？年末なのっていう感じ。なしますよね。もう必死。年明けですね。必死、うん。そういう方はですね、このままの流れで言ってしまうと、うん、今年もあっという間にですね、気づけば2022年12月が出て、年末が出て、あれ今年ももう何もやってなかったな。現状維持の1年だったな。と 100% になってしまいます。なるほど。筋トレしたやつだけど筋肉ついてないな。結婚したやつだけど相手も見つかってないな。そうなってしまいますのでね。なるほどね。なので2022年こそ人生を変えるために、今年こそ人生を変えるためにぜひ最初の一歩を踏み出しましょう、うん、とはいえですね、繰り返しになりますが、まあ、何かに背中を押してもらったりとか、何かのきっかけがないと人はなかなか正しいことをスタートできないの で、 そ、 うです、ね、その一つとして今回のこの最強開運日っていうのを活用してみてはどうですかということです。はい、まあね、どうせ何かやるんやったら最強に運がいいですよ、ここから始めたら成功しますよって言われてる日から始めるとなんとなくですけど気分いいですよ、ね、今日から始めたら最悪ですよって言われるの全然いいでしょ。全然そうですね。活用していただければと思います。なるほど。では本題に入りたいんですけども、まだ本題ちゃうかった。ここから本題。ほう。その1月11日、3月26日、6月10日、この3日はなぜ最強に運がいい日なのかについて解説していきたいと思います。これもズバリ結論から言うと、転写日もしくは転写日っていう超運のいい日と、うん、一粒万倍日っていう超運のいい日が重なる超絶に運がいい日だからです。なるほど。ちょっと難しい言葉出てきたんですけれども、うん、まず一つ目の転写日ですね、ここから見ていきたいんですけれども、これは簡単に言えばですね、この日は何かを始めるのに縁起のいい日、うん、開運の力をもらえる日っていう感じです。なるほど。実際にですね、転写日っていうのは日本にはまあいろんな暦ありますけど、うん、日本の暦の中で最高の吉日と呼ばれております。あ、そうなんですね。一番運がいい日ってことですね、うん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 、これどういう意味かっていうと、神様が天に昇り、うん、天が万物の罪を許すってことです。天が許すって書いて転写日なんでね。あ、なるほど。だからこの日に始めたことは全て成功すると言われています。おお。神様のお許しが出ている日と、神様が味方してくれる日ってことですね。だからあらゆるありとあらゆる開運の効果があると言われているんですけれども、うん、まあ、現代風に言ったらもう金運に関わること全部、はい、あと結婚とかですね、関わること、うん、あと商売に関係することなど全て含めてこの日から始めたことは成功すると言われております。ほう。もう少し具体的に言うとですね、転写日に行うといいとされているものは、例えば仕事始め、仕事、新規事業のスタート、おー、会社とか事業の開始、うん、開業、まあ、開店とかですね、うん、お店の開店とか、あと結婚、うん、結納、入籍とか、お、引っ越しとかも見せそうですね。引っ越しもそうですね、うん、あとプロポーズ、告白もいいと言われております。出生届出すのもいいと、うんうん、まあ、あと奈緒さんがおっしゃったように引っ越し、うん、まあ、あと多いのはですね、財布の購入、おー、あと財布を買ってた財布を使い始めるとかもこの日がいいと言われております。あ、なるほど。あとそれに関連して宝くじ買う、ふんふんふん、宝くじを結構凝って買う人はみんなこの日に買ったりしますね。あ、そうなんですね。あと、まあ、農家の方で言うと種まきとかもいいと言われてますし、銀行口座作ったりとか、うん、ビジネスに出資するのもいいと言われてます。うん、また新しい分野の勉強を始めるとかね、うんうんうん、そして他にも今までためられてたことを始めるなどはめちゃくちゃいいと言われております。なるほど。こんな日いっぱいあったら絶対どれか当てはまるもんね。絶対どれか当てはまる、うん、僕におごるのもいい日です。え、そうなの。僕におごるのもいい日。年間全部僕におごるのもいい。また先ほど言ったように神様が天に昇ってるんで、神社参拝とかにもめちゃくちゃいい日と言われております。なるほど。天にそのままこうつながってくれてるという感じですかね。そういうことですね。そういうことです、そういうことです。というわけで、この転写日っていうのは、転写日っていうのは何かを始めるのに縁起のいい日、うん、開運の力をもらえる日ってことですね。もっと言えば、この日に始めたことは全て叶うと言われているのが転写日です。すごっ。すごく、だから一番力がある日ということですね、うん、で、まあ、この転写日でどうやって導き出しているのかとちょっと難しいんですけども、うん、まあ、
いわゆる干支っていうのは、まあ、今年は寅年ですけど、はい、もうちょっと正確に言うと十干十二支って言って、実は干支って全部60種類あるんですよね、うんうん、でその組み合わせがいろいろあるんですけども、それを日にち単位で見ていた時に一番いい組み合わせの時を転写日ということですね。ちょっとこの辺はもう難しいね。また七藤さんが東洋思想のコーナーやるんですよね、うんうんうん、そのうちやりますよ、ね、今年やるんで1月11日から始まりますから、ね、運の日から。あ、そうですか。そこでまた解説してもらいたいと思います。6月の方でお願いします。3月もありますけど。で実際ですね、今年2022年の転写日は6日のみ、6回しかありません、うん、それが1月11、3月26、6月10日、うん、8月23、10月22、11月7日となっております、うん、この転写日の一覧は動画概要欄に書いておきますので、ぜひご活用ください。まあ、ちなみに余談なんですが、はい、この転写日にですね、結婚する人めちゃくちゃ多いんですけども、芸能人でも多いです。へ、結構知ってはるんですね皆さん、まあ、芸能関係の方でこういうの意外にね、すごく気にしたりするんで、大事にする人多いですし、まあ、周りがそういう人も多いんで、なるほどね、まあ、こういう時だそうということで、有名人カップは結構婚姻届を提出する日に選ばれることがめちゃくちゃ多いと言われてます。まあ、例えば去年2021年で言うとですね、夏菜さんとか川北真由子さんとか狩野英孝さんとかすみれさんとか、みんなこの日に出してる、転写日に出してるそうです。だから結構芸能人の人も気にしてる人多いということですね。なるほどなるほど。では次に2つ目の一粒万倍日についても見ておきたいんですけれども、うん、簡単に言えばですね、この日はその日に始めたことは万倍になって帰ってくる、1万倍になって帰ってくる日と言われております。だから1が1万倍になって帰ってくる日ってことですね。すご、詳しく言うと、まあ、お米ですね、1粒のもみが、うんうん、それが1粒のお米が万倍に実り、1万倍に実り、立派な黄金色の稲穂になるっていうイメージですね。なるほど。だこの日に始めたもみが いずれは必ず黄金色の稲穂になって育っていくというようなイメージです、うんうん、なるほどね。ちょっとなんかアルトコインとか買いたくなりますね、それはね。あ、まあそういうイメージとして万倍になるかもしれない。お米の稲穂ってなんか黄金色に見えるじゃないですか、うんうんうん、そこに収穫直前とかね、うんうん、だからそういうイメージから一粒のもみが万倍になって黄金になりますよっていうイメージの日ってことですね。なるほど。なのでこの日に始めたお金が大きく増えるとか、うん、幸せが大きく増えるっていう意味になっております、うんうん、なのでまあ基本的にはさっきの転写日と同じですけど、そういうことをすると1万倍になって帰ってくるよっていう幸せな日ってことですね、うん、ただし一粒万倍日にはやってはいけないことっていうのもあります。へ、というのもですね、この日にした不幸とか、この日にした苦労、この日にした喧嘩も1万倍になるからです。なので例えばローンを組むなど借金をするのは良くないと言われています。あ、万倍になっちゃう、借金の苦労も1万倍になっちゃう。おあと人から物もあんまり安易に借りない方がいいと言われています。ほう、それあれも1万倍になっちゃう。他にもですね、うん、まあ、夫婦喧嘩とか、うんうん、他人とのトラブルなんかもこの日に始まるともう1万倍になっちゃうと言われてるんで、なるほど、避けた方がいいと言われてます、うん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 、つまりいいことだけじゃなくて悪いことっていうか、まあ、苦労の種も1万倍に膨らんでしまうので注意しましょうと言われてますね。なるほどね。そしてこの一粒万倍日はですね、先ほどの転写日に比べたらめちゃくちゃ多くて、ほう、月に4回から6回ほどあります。え、あ、そうなんですね。なので、まあ、ある意味新しいことを始めるっていう意味は日々に取り入れやすいんですけども、うん、まあ、注意しなあかん日も多いってことですね、うんうんうん、ちょっと数が多いんで詳しくは一粒万倍日の一覧も動画概要欄に書いておきますので、ぜひご活用ください。そして繰り返しになりますが、この転写日という超運がいい日と一粒万倍日っていう超運がいい日が重なる超絶に運がいい日、最強に運がいい日、最強開運日は今年2022年は3日ありまして、それが1月11日、うん、3月26日、6月10日ということです、うん、そしてこの2つが重なる開運日の日程はですね、2022年は前半に集中しています。はい、後半には1つもありません、ね、ですので最強に運のいい流れに乗るという意味でもですね、ぜひ今年の前半に新しいチャレンジを始めて勢いをつけるようにしましょう。なるほど。ということでスタートダッシュですね。そういうことが大事、うん、というわけで3月には新コーナー始めてくださいね。おー、6月でもいいんだよ。まあいいんですけども、もちろん。というわけで何かを始めるのに縁起のいい日、開運の力がもらえる日である天転写日と、うん、その日に始めたことは1万倍になって帰ってくる日である一粒万倍日が重なるこの3日間はですね、新しく何かを始めたい人とか、これまで苦しいことが続いていた人も
心機一転、何かを始めることで大きな結果が返ってくると言われている素晴らしい吉日、開運日となります。まあ、というね、冒頭でもお伝えしたように、こういうのを信じる、信じないというのはどうでもよくてですね、何かやりたいと思って、なかなか始められないという方は、こういうのをきっかけに始めてみましょうということです。まあ、超重要なことなので、冒頭で言ったことの繰り返しになりますけど、もう一度お伝えさせていただくと、特にこの時期はですね、神尾 TV でお勧めしている、今こそやっておくべき3つのことっていうのをまだスタートできていない方は、ぜひスタートさせるきっかけにしてみてください。うん、もう一回復習しておくと、1つ目が投資やネットビジネスなど新しい収入を作り始める。うん、2つ目が今現在の自分の仕事やビジネスの将来の売上を伸ばす準備をしておく。はい、3つ目が自分自身の成長やスキルを伸ばす勉強もするということです。というわけで、こういうのを信じる方は最強に運のいい日ですし、最強に天のエネルギーをもらえる日なので、この日に始めたことは成功すると言われている日なので、ぜひ新しいことを始めましょう。またですね、こういうのをさっぱり信じない方もですね、何か得たいと思っていることがあるのなら、まあどうせいつかやるんだったらできるだけ早く始めた方がいいですし、まあ新しいことを始めるタイミング、きっかけとして活用してみてくださいということです。というわけで、お二人もちょっと1月11日は近いですけどね、うん、何か新しいことやりたいことあるなら始めてみてください。ありますよ。あ、何があるんですか。もうボーリングやろうかなと思ってますね趣味として、もう趣味として、うんうん、まあ、忘年会行ったからハバターですか。そうそうそう、うん、もっといい点数取りたいって思いましたまあまあいい、それもちろんいいことですけどもゆうちゃん、なんかやりたいことあるんですか。私ちょっともうイオンになりたいんで、これ以上これ以上、もっともっとなれるんだ先輩さすが先輩なんかちょっと体作りを、そう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 、そう、綺麗なラインを作りたいなと。これ以上、これ以上もうこんなんするか怒られないせっかくいい感じやなというわけで、皆さんも、ね、何かやりたいと思っててもなかなかできてないことをちょっと始めるきっかけにぜひしてみていただければと思います。あと冒頭で言ったようにですね、コロナに関連しても皆さんお伝えしたい大切な情報あるんですけども、ちょっとね YouTube 偉くなってしまいましたので、その情報を送らせていただくためにまだの方はぜひメルマガの方登録しておいてください。動画欄にリンク貼っております。この動画をここまで見られて、まだチャンネル登録していただけてない方はぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。高評価ボタンを押して応援もよろしくお願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習のコメントでぜひ一度見てみてください。インスタグラムやツイッターなどのリンクも貼っております。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。さらなる開運を呼び込め、七星のおぎりコーナー。開運するんかな。まあ、転写日、一粒万倍日ありましたけど、はい、実は隠れ最強開運日、七射日について教えてください七射日、どんなことがすればいいか教えてください。どんなことすればいいか、うん、あー、どういうこと、どういう効果があるか。そうそうそう、そういうことね。七射日やったら財布買い替えたりして、はい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 、七射日ですからね。七射日ですからね、うん、うんうん、最強開運日、七射日について教えてください。うーん、7、何でも7本です。7本、7個、おう、うまい棒なら7本、おう、ケーキだったら7ピース、はい、は、そういう感じで食べてください。それだけです。そうですよね。それはそうですよね。うん、別に食べるとかそういうわけ、あれだけじゃないもんね。うん、あ、ダイエットの天敵の日ですね。天敵なんですけども、うん、増えますから。その、豊かになりますから。うん、脂肪が。いや、嫌なんですけど万倍になりますから赤いのだから7万倍7個もケーキ食べれたらすごい幸せですけどね、その瞬間は。でもまあ、それもなんかこう許せるっていう、神様許してくれるからっていう思えるので。え、でもちゃんと太るんですか。ちゃんと太る。7万倍なの。7万倍はなります。最悪。次の1個から後悔なんかこう、それでも後悔しないようにながなってますね、なんか。はい、ぶ、はいはい、七シャビはもうあれです、チートデイみたいな感じですね、イメージ、はい、じゃあ太らないってことでしょ。太らない変えた
7倍食べても太らないそれが7シャビちなみに何月何日なんですか？7月7日でございますなんで7シャビなんで、ね、7シャビなんでね。そうなんです、うん、じゃあ皆さんも7シャビぜひ7倍食べてみてください太ったら太ったら責任取ってください。神様がお許しになってくださいだからチャンネル登録と高評価ボタンで応援もよろしくお願いします。